おはようございます。おはようございます。おはようございます。先ほどどうもとんでもないです。ありがとうございます。どうしたんですか、急にいい人になっちゃって。いやもともといい人だわ。今引き出し始まったからスイッチ入ってなかったの。逆にあ、こんな感じですぐ始まっちゃうんだ。はい、素でしたね。3人以上なかったんで。さて、今日はですね、まあ、視聴者の皆さん、小山田君って、まあ、もちろん皆さんね、TikTok、インスタと YouTube もやられてますね。YouTube はまだちょっと、まだちょっと数千円ぐらいなんですけど、もちろん皆さん知ってると思うんですけど、俺もう単純に疑問になったの。俺本当に、本物の職人だと思ったから。俺芸人って知らなかったんですよ、本当に。見たことはあるけど、あれあいつ何芸能人なのって。マジでってなったんで。で、なんか4年ぐらいやったんですよね。もともと芸人やる前に、ずっと、建築関係な感じだったんですよ。で、足元ではやったことあるんですか？やったことないですね。ないですか？僕はもう、道路舗装とかそういう土木系の方だったんで、重機とか使うもん。ちなみに僕らは足場職人で、ちょっと向こうにも待機します。画面の絡み上ちょっと、いや、補欠球か、そうそう。圧がすごいもん、こうやって。ちょっとやりづらいですよね。みんな見てますからね。こっち見ながらやんだよ、みたいな。威嚇すんなよ。で、僕ら足場職人って、こうやって材料投げるんですけど。では僕らまあ問題にもなるんですけど、まあ資材置き場でいいよな。まあ資材置き場でいい。ここは資材置き場で私有地なんで、まあ材料投げるっていうのはもう問題ないと思うんですけど、親方が実際に投げれるか。まあ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 。よくでも見てますよ、皆さんの。あ、そうですか。足場屋さんとかの。動画で、実物で、リアルで。いや、もう動画とか、で、バーンってって、また上にバン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 ってこうやったりとか。ああ、投げるようですね。あ、見たことありますか？見たことあります。じゃあできますね。できます。わかんねえや、そんな。勝負しますか？勝負。勝負できるわけねえだろ、プロの。バッタもんだよ、バッタも。実際に投げて、田中君が、まあキャッチもよると思うけど、まあ実際に、じゃあ、まあうちも見本見せて、あそこの補欠3人が。補欠3人が。現役発表職員ですか？現役発表職員が。これを、まあ見せて、まあ田中君にも投げてもらうと。いう感じで、ちょっとやってみたいと思います。はい。よろしくお願いします。じゃあ、センスよかったら雇ってください。はい、そうです。はい。言っとこまい。そこにも毎日インスタだけ撮ってます。ああ、わかりました。まあ、いつも通りだ。現場行ってたら怒られます。お前が現場行っただろ。俺は超やりやすいです。行かなくていいから。じゃあ、ちょっと挑戦していこうと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、準備できました。投げれるか、でも実際。まあまあ、それはまあ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 、いけるでしょ。うわぁ、難しいやん。これ、これ、これが、これ結構あるよな。この中でいったら何が一番難易度高い？手すり。一番簡単なの。手すりね。知ってる、手すりは知ってる。手の動きでしょ？ブラケット。ブラケット。それさっき聞いてたでしょ？一番簡単なの？一番これっすよ。あ、それが一番長い。それ600？ 600テスリ。600テスリや。じゃあこれで300くらいね。630は3倍か。でもこれ、みんな一発でいけますか？そうですね。どっちだ。思ったことない子からすれば難しいかも。まあ高さにもよるな。行って、あそこ、ナイスケーターだったんだぞ、お前。ミッチが、まさかの上でミッチが大将。マジで本見せてもらえる？じゃあ、行く？先輩、ちょっと手本見せてください。なんか TikTok とキャラが違う。あ、やろ、それやらなくていいんだよ。はい、じゃあ、ショーから。ショーからいいね。余裕っすね。ちょっと危なかったら今、張り切っとったよね。いきます？押す感じね。パラリラ。パラリラね。オッケー。大丈夫ですか？行きます？今行ける。じゃあ、あそこから挑戦してみます？うん、これから。いきなり？挑戦します？でも、結構できちゃうと思う。でも、かっこいい。オッケーですよ。なくなっちゃうんですよ。オッケーですよ。おぉー！よいしょ！パケーン！感覚つかめました。こう。感覚じゃん。こうだ。ああ、そうか。こうなっちゃう。僕が行きます？はい。分かった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 。分
これ以上のやつは多分俺できない。まさかの事故起きる。まさかの動画がここで終わり。レベル1ですからね。レベル1。レベル1ちょっと練習しようか。レベル1、ワンパス、ワンパス。僕のキャッチャーだよ、達成。お前がありよ、お前がありよ。すいません、僕のキャッチャーだよ、達成。はい。あっ、もう一回、でも、結構俺、あれがギリギリなんで。うめえ。やっぱ何回か投げたことあるからうまさわかるわ。本当かよ。あれ。ちょっとあっち行ってください。危ないんだよ。危ないこれ。ああいい感じ。今みたいな感じです、ね。ああいいぞ。パルナ。ちょっと恥ずかしそう。じゃあちょっと次のやつ行きましょうか。はい、行きます？挑戦できます？もちろんやりたいです。行きましょうか。投げやすいかもしれないですね。ああ、それ取っ手がある。ちょっとお前は手本ね。ちょっと教えたってよ。はい、実際に。パラリラ。わあ、すごい。とにかくでもフルスイングで投げても、はい、絶対に人が当たらない。大丈夫です。いや、そっちの方が僕今この顔も多分もっといい顔になる。そう。当たった方の方が。もう怖いんですけど。怖いんですけど、だいぶ無事あるじゃないですか。次いきます。はい、いいじゃん。もう顔狙って。あ、いった。あ、惜しい。もう惜しい。顔ガーン当てる。あ、いった。あ、惜しい。あ、でもいきます。なんで俺このとこ名古屋まで来てこんなことやらされるんだって。ちょっと待ってないです。大丈夫ですか。ちょっと待ってます。名古屋に来て俺向こうの方一緒に来ます。やっとめー。あ、いたー。おー、すげー。もう手すりもいないの。パラリラ行きました。次なら行く。はい、手すりは上投げだったらいけるかもしれないです。上投げだったら。あ、そういうこと。じゃあこれ見本見ないで。見えないですか。まさかの。おお。感覚掴んできた。感覚掴んだんすか。下から押し上げるような感じで。教えたり。ちょっと投げ方違うじゃん。すごい難しそう。多分か、普段だったらどうやって投げる。普段こっちは難しい。わー、すげえ。やっぱそれと、一番上のてっぺんあるじゃないですか。あそこに投げる。じゃあ、1球目お願いします。待って、行く気がしねえんだけど。フォロワーやくなっちゃうんです。オッケー。まず行かない。嘘。あ、もう気持ちが入らん。気持ち入んない。気持ち入んない。行け。あー、惜しい。これ、野球下手な女の子見てるじゃん。いや、これ行くまで帰れんすよ。あ、惜しい。3投目お願いします。4投目、もうでも全部4投でいっとるんで、これで4投でいったら結構すごいな。4投目、お願いします。惜しい。5投目、お願いします。おー、いったー。一回でいけましたわ。一回で勝った後で、これ勝った後で。4投インチキがあります。テイク5なだけで、1投目。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした。いやー、やっぱ皆さんすごいっすね。あ、本当ですか。だいぶ早くなかったですか、できるまで。いや、他の人を見たことないんで、僕。私は他の人は分かんない。あ、マンガ危なかったっすか、ね、なんで動画以外では嫌なやつなんで、動画的にチャンス。マグマだった。何の振りこれみたいな。仕事でも行って4年やったんですかね。そうっすね。あ、やっぱまた足元は全然違うんで。全然違いますね、やっぱ。もう本当に初めてですか。はい。初めて。これぐらいはちょっと。いや、解体して運ぶぐらいです。ああ、ちょっとした土木足場みたいな。そう。足場とかね。はい。視聴者の皆さん、これでも、芸人だからね。なんかこの学校でしょ、俺も今日、もう10回ぐらい錯覚しちゃうけど。現場の職人だったら、これついてほしい、ほんとに。一番できそうだし。一番できそうだし。悲しい。大丈夫、悲しいよって、悲しいよ。悲しいよ。悲しいよっすね。でもこれ筋トレとかでできるもんじゃないですもんね。はい、筋トレして筋肉つけるとかじゃないですもんね。まあ、慣れみたいな。めっちゃ細いですもんね。そうですね。
だけど、あの、マッチョなやつは勝つ。この間のキックボクシング。100ああ、はい。ね、細いけど強いよ。あれはもう気合いっすよ。あれは気合いっすよ。パラリアっすよ。パラリアっすよ。パラリア俺のなんだよ。使ってくれてありがとう。パラリア。おい、絡まれるぞ。著作権で訴えられるぞ。まあ、そんな感じです。はい、まあ、もちろん皆さん、あの、TikTok、インスタですね。はい。で、また今日もいろんなやつ一緒に撮らせていただいて、あの、コラボもやってますんで、はい、小型君で検索しちゃってるんですね。そうですね。はい。小型君で検索して、で、YouTube も、これからちょっと本格的にやろうかなっていうことを今日、本当はちょっとこういう企画とかもやっていこうかなってことを言ってますので、はい、ぜひそちらの方もチャンネル登録お願いします。お願いします。あと、求人道場、建設業、専門、もう本当に個人事業主と、あの、職人さんのマッチングをする、なんていうかな、マッチングサイトなんで、あの、今本当に500社まで無料でやってますんで、ぜひそちらの方も登録してください。で、職人さんもね、今増えてきとるんで、ぜひ、また見て、200社とか。200社超えました。200社超えた。超えました。200社超えたんで、ぜひまた、あの、家の近くの会社さんとかも出てると思いますね。そちらの方もお願いします。お願いします。せーの、バカ野郎。